はい、動画をご覧いただきましてありがとうございます。鈴木和人です。今日はですね、産後はいつから施術した方がいいのかということについてお伝えしたいと思います。例えばですね、産後はだいたい3ヶ月から、6ヶ月の間に、骨盤を締めないといけないというふうには一般的には言われているんですね。それは一つあるんですけど、私のちょっと考え方としては、例えば足関節の炎症、捻挫した時のことを考えてもらうと、分かると思うんですけど、だいたい固定ってすごく腫れてたら1、2週間ですよね。大体1週間ぐらいで取ると思うんですね。で、出産後の、体に関しても、出産した後の周りの、骨盤周りの靭帯とか筋肉が炎症している状態なんですね。なので、その状態の時は、足関節と同じで1週間ぐらいですね、大体。1週間は安静ですね。安静にしていただく。で、この時に、骨盤ベルトとか、締めていただいて安静にしていただいた方がいいんですけど、ある程度もう1週間とか2週間経った状態でもう恥骨とか痛くなければ、もうすぐに動いていただくといいんですね。動く、あまりちょっとこう安静にしすぎて逆に、筋肉が硬くなってくる。特に腸腰筋がやっぱこう硬くなってくるんですね。動かなくなってくると、でその状態が続くと、腰痛や、座骨神経痛とかですね、あとはむくみとかも血流の状態悪くなりますので、起こってしまいます。なのでだいたい施術は、1ヶ月ぐらいですね経ってから受けるといいと思います。施術基本的にはすぐ行っていただくといいと思います。恥骨痛とか、帝王切開の後ですね、それが痛かったりしたら、もちろん休んでいただいた方がいいんですけど、あまり痛みとかがなければもうすぐにやっていただくといいですね。ただ、お子さんが小さかったりすると外出れなかったりとか面倒見てもらう方がいない場合は、ちょっともう少し間空けたりとかした方がいいと思いますけど、体自体のことだけを考えるのであれば1ヶ月後ぐらいにもうやっていただくと一番ベストだと思います。あとは骨盤ベルトですね、締めた方がいいのかとかいう方いいんですけど、固定と一緒ですね。足関節の捻挫の固定と一緒なんですけど、捻挫した時は固定していた方がいいんですね。骨盤ベルトをしていた方がいいんですよ。出産後は。で、それが過ぎたら、今度は何するかって言ったらリハビリしなきゃいけないんですね。組織の炎症が引いてきたら、動かして、どんどんこの老廃物を外に出すような動きと、ここの足関節が動くっていうのを脳に教えてあげないと、より硬くなってしまうんですね。だから骨盤もどんどん動かしてあげて、歩いたりとか、施術によって周りの筋肉をほぐしてあげる。このようなことをしていかないとどんどんと固まってくるというか、機能しなくなってくるんですね。そうすると重心が、腰であったり、大腿の外側になってしまうので、大体1ヶ月ぐらいを目安にしていただいて施術をしていただくといいと思います。